C.R. マチューリン・チャールズ・ロバート・マチューリンは、アイルランドのプロテスタントの牧師であり、ゴシック2曲とゴシック小説の作家。代表作は、放浪者メルモスである。C.R. マチューリンは、アイルランドに亡命したユグノーの子孫である。その一人、ガブリエル・ジャック・マチューリンは、1745年に、ジョナサン・スウィフトの後を継いで、ダブリンの聖パトリック大聖堂の主席主催となった。 C.R. マチューリンはダブリンに生まれ、トリニティカレッジに通った。1803年にゴールウェイ地方ラウレアの牧師補として、聖職を受任して間もなく、セペテル教会の牧師としてダブリンに戻った。ヨーク通りで郵便局員の父と母、フェデリア・ワトソンと共に暮らし、1804年10月7日に人気歌手、ヘンリエッタ・キングスワリーと結婚した。 マチューリンの初期の3作品は、ゴシック小説で、デニス・ジャスパー・マーフィーの筆名で出版したが、評価も利益も得られなかった。しかし、ウォルター・スコット卿の目に留まり、作品をバイロン卿に推薦してくれた。彼らの助力によって、マチュリーリンの儀曲、バートラムは1816年に、ドルリー・レーンで22日間上演されて、エドマンド・キーンが主演のバートラム役であった。 しかし金銭的成功は、マチューリンの手を逃れていった。時を同じくして、父が失業し親戚が破産したため、駆け出しの作家である彼が二人を援助した。さらに悪いことに、サミュエル・テイラー・コール・リッチが退屈で不快であると公然とこの儀曲を批判した。また、人々の精神が堕落していることの憂うべき証明、とも言い、無心論として球団戦ばかりであった。 アイルランド協会は、こういった文書や、初期の批評を入手して、バートラムの作者を見抜き、その後マチューリンが聖職者として昇進するのを、妨害した。妻と4人の子供を、執筆活動で養わねばならなくなり、一連の戯曲の、上演に失敗した後は、劇作家と小説家を掛け持ちするようになった。小説は、放浪者メルモスに加え、 アイルランドの題材にまつわる数作品やザ・アルバイ・ゲンセスという狼男を扱った歴史小説などがある。多種の詩についてもマチューリンの作とされているが根拠に乏しく他の人物の作品と思われる。受賞したラインズ・オン・ザ・バトル・オブ・ウォーター・ルーは1816年に学士ジョン・シーの名で刊行された。ザ・ユニバースはタイトルページに マチューリンの名を載せて1821年に出版されたが、現在はほぼすべてジェームズ・ウィルスの作と考えられている。マチューリンの説話が多大な影響力を持っていたことは、彼の出版した二つの説話集に垣いまみられる。シャーロットビメ政居の際には、彼はこう高らかに述べた。この世は死に満ちている。少女の歩みが地を踏むときは、必ず死者の亡骸を踏みつける。 我々は先に生きた者たちの上を歩いているのだ。この世界は一つの広大な墓場である。当時の記録には、セーペテル教会にあんなに人が押しかけることは、滅多になかったと書かれている。天候が厳しくない限り、信者たちは教会に詰めかけて、うっとりとこの牧師会の王子様の話に聞き惚れていた。マチューリンは1824年10月30日に、ダブリンで死去した。 彼の死亡記事には、こうあった。彼の名誉を残す証が、これよりにあろうか。説話だけで十分であろう。ダブリン・ユニバーシティ・マガジンは後に、マチューリンの性格についてこうまとめている。狂人と言えるほどの変わり者で、相入れない者が合わさった人物だった。小説を飽くことなく読みふけているかと思えば、気品のある牧師であり、はたまた、ひっきりなしに踊っていて、 見出し並みや身振りが気取っていた。1821年に、フランスで、戯曲、悪逆、バートラムが、シャルル・ノディエ、イシドール・ジュスタン・セブラン、タイラー・ダンシャクにより公開された。翌年まで53日間上演し、成功を収めた。この本案がオペラ・イル・パイレートとなり、さらなる成功を収めた。脚本は、フェリス・ロマーニ、音楽は、バンセン・ツォ・ベリーニが手掛け、 初演は1827年ミラノスカラザであった。ビクトル・ユーーが絶賛し、アレクサンドル・デューマは自身の戯曲、アントニーを今作の主人公をもとに書いた。イル・パイレートは出版もされ、アメリカでもたびたび上演された。小説、放浪者メルモスも1821年に、フランス語訳が出版され、フランスの作家たちに影響を与えた。1835年に、 オノレド・バルザックがパロディ、メルモス・レコリーを書いた。この作品はメルモスがパリへ行き、銀行業界では、精神が誠実であるということは、お金があるということにとって変わっているのを目の当たりにし、簡単に地獄に落ちてくれる身代わりを見つけ出すという、ものである。バルザックによると、この小説は、戯曲、ファウストですでに書かれ、そこから、 バイロン教がマンフレットを書いたのと同じ思想を取り上げているとある。シャルル・ボードレールもマチューリンの小説を絶賛し、バイロンやエドガー・アランポーにも匹敵すると考えていた。マチューリンの妻の姉妹がチャールズ・エルギーと結婚し、その娘ジェーン・フランセスカがオスカー・ワイルドの母である。そのためマチューリンはオスカー・ワイルドの義理の王子にあたる。オスカー・ワイルドはフランス亡命中。 自分の名を捨て、セバスチャン・メルモスという名を用いていた。マチューリンの長男ウィリアム・バジル・キングスバリー・マチューリンは、牧師職を継ぎ、孫も何人か牧師になった。その一人バジル・ W ・マチューリンは1915年に、ルシタニア号の沈没で犠牲になった。次男のエドワード・マチューリンはアメリカに移住して、そこで、小説家及び詩人になった。ありがとうございます。